七分宮ラグビー場、ウィル・ゲニアは、パプアニューギニア出身のラグビー選手。ポジションは、スクラムハーフ。1988年1月17日、ポートモレスビーで生まれる。身長174センチメートル、体重85キログラム。父のキルロイ・ゲニアは、元パプアニューギニア国会議員で大臣を歴任。兄のフランシスは、ラグビー選手で、 パプアニューギニア代表。弟のナイジェルもラグビー選手で、クイーンズランド州の高校代表、ラグビーオーストラリア20歳以下代表に選出される。ブリスベンボーイズカレッジ卒業、カレッジのラグビークラブのチームメイトに、ジェームズ・ホー・ウィルがいた。カレッジ在学中、クイーンズランド州のセカンダリースクール選抜チームに入り、さらに高校代表にも選出される。2007年、 スーパー14、現、スーパーラグビーのレッツに入る。同じポジションのサム・コーディングリーや、ベン・ルーカスらと、ポジション争いをし、やがてレギュラーに定着する。2009年、ワラビーズに選出、トライネーションズのオールブラックス戦で代表デビュー。同年の欧州遠征、11月7日のイングランド戦では、マン・オブ・ザ・マッチの活躍を見せる。2010年、 レッツのキャプテンに就任。シーズン終了後、チームメイト間の投票により、プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを、ファン投票により、プレイヤー・オブ・ザ・イヤー・ウィニング・ザ・ピープルズ・チョイス・アワードを受賞。2011年、スーパーラグビーでレッツ初優勝に貢献し、オーストラリア国内ラグビー記者の投票により、オーストラリアン・スーパーラグビー・プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞。2019年、 トップチャレンジリーグの近鉄ライナーズに加入。S.O. クエイド・クーパーとの黄金コンビ復活と話題に。ゲニアは多くの評論家から同じポジションのもと、ワラビーズ、ジョージ・グレーガンと比較されている。現役ワラビーズの中でも最強パワーの持ち主で、ベンチプレスは 172kg を持ち上げる。ありがとうございます。